とブレイクスルーズを開けまして、こっ今回なんですけど、科目別勉強に効率の良い時間帯について科学的に解説します。皆さんどの時間帯にどの科目の勉強やるべきか迷いますよね。ですが演習系の科目がこの時間帯にあって、暗記系の科目がこの時間帯やるべきってのは大体決まってます。というわけで今回はそれを科学的にご紹介します。というわけでまずは朝から午前中の時間帯、ご存知の方も多いと思いますが、朝の起床後の約3時間は脳が最も効率よく働くゴールデンタイムと言われており、勉強は最もはかどる時間帯と言えます。したがって朝や午前中にこそ集中力や考える力が必要な難しいタスクをぶち込みましょう。例えばレポートや論文の作成に取り組むならこの時間がおすすめです。また数学理科系科目などで応用力が取れる問題を解くのもこの時間帯にしておくとクリアな状態の脳でスラスラと解けると思います。ただし目覚めたすぐの早朝の時間帯は脳がまだ寝ぼけているので複雑な勉強には取り組まず、前日に勉強したことの復習をするなどして脳のウォーミングアップをするといいです。リオン大学の研究でも夜に勉強したことを睡眠を挟んで朝に復習すると暗記効率は2倍になり長期記憶に留められるという研究があるので、ぜひ実践してみてください。夜覚えて朝チェックの流れをワンセットにしましょう。というわけで次は午後、昼食後から夕方の時間帯です。この時間帯は睡眠覚醒リズムの影響から眠くなりやすく、昼食でもお腹満たされるので非常に眠くなりやすくなる時間帯です。でここで眠気を強く感じる場合はさっさと昼寝をしましょう。これ NASA の研究でも26分の仮眠を取ることによりパイロットの能力が 34% 向上したことも分かっていますし、カリフォルニア大学の研究でも1時間半の昼寝をしたグループはそうでないグループに比べて認知機能が向上したことが分かっています。というわけで仮眠を取ってみてもいいと思うんですが、夜の睡眠への影響を考えると20分以内に抑えるのが妥当と言います。また眠りに落ちる必要はなくて目を閉じているだけでいいのでリラックスを心がけましょう。で眠気がすっきり取れたらいざ勉強に取り掛かろうということなんですが、2014年の研究でもこの14時から17時という午後の時間帯が最も仕事でミスを犯す時間帯としても知られているので、ケアレスミス等が頻出しやすい数学等の理系科目はできるだけ避けた方がいいと思います。まあ、問題集したかったら英語国語などの長文問題取り組むのがおすすめです。まあ、英語国語とかだったらケアレスミスとかもそんなないと思うんでね。逆にですね、このように一点に集中するのに適していない時間帯は拡散思考に向いていると言われています。これアルビオン大学の研究なんですけど、被験者にひらめきの必要な問題取り組ませたところ疲れている時の方が 20% も良い結果となったんですね。これなんでかっていうと、疲れた時は脳が注意散漫になっていろんな考えが頭の中をよぎるので、かえってクリエイティビティが刺激されるからなんですね。だからこの時間帯は集中というよりもひらめき発想力が期待できる時間帯なので、論述作文問題とかを解くのがいいと思います。まあ、ビジネスやってる人なんかはこの疲れている時間帯にこそひらめき力が上がるんで、新しいビジネスアイデアだったり煮詰まっている問題の解決策を考えたりするのがおすすめです。また単純に勉強仕事効率は最も上がりづらい時間帯なので、それほど勉強や仕事を急いでないっていう人は思い切って遊んでみた方がいい気分転換になると思います。というわけで最後、夜の時間帯です。夜の勉強は暗記一択です。睡眠と記憶は密接にかかっていて、我々の脳では睡眠中に情報が整理され記憶として定着します。だから夜の就寝前の時間帯には暗記物の勉強に取り組むのがベストです。だから地理歴史や生物など暗記系科目や漢字英単語の学習が夜にぴったりです。また資格の勉強などで専門用語とその意味を集中的に覚えるのもいいですし、内容を記憶に定着させたい本なんかも寝る直前に読むのをお勧めします。で最初にも言いましたが、夜勉強して睡眠して朝復習すると暗記効率は2倍になるんで、ぜひ朝の復習もセットにしてみてください。で一つ注意点としては、寝る直前まで勉強しすぎないことです。過度に勉強に熱中するとアドレナリンが出て興奮状態になって眠れなくなるので、勉強が終わったらシャワー浴びるなどして頭をクールダウンさせてから寝るようにしましょう。さらにですね、時間帯別勉強法もちろん重要なんですが、やはり勉強法が何より大事なわけですよ。というわけで僕は実際にやってる勉強法を1から10まで解説した動画をこの動画の概要欄のとこにてぜひ見ていってください。またですね、この動画に高評価していただけると僕の動画のモチベーションになるので嬉しいです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。